い、皆さん、こんにちは。カズエンドです。こんにちは、徳です。もう、おはようございますだね。おはようございます。なんか、徳声出てないな。いや、ちょっとさすがに眠いっすね。俺もさ、なんかまだ目がこんな感じだけど。まあね、パープルの日が、まあ、明日なんですけど、まあ今日から始まるということで。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてですね、我々も、朝から、プレイして皆さんに動画を、今日はたくさんあげるよ。いや、あげさせてください。熱いガチャたくさんあげるよ。なのでですね、まあ、上げたタイミングでもう皆さんに見ていただきたいということで、ぜひともね、チャンネル登録、お願いいたします。お願いいたします。もうこのチャンネル登録してくれることが、我々の、もう噛んじゃったよ。我々の喜びでもありますから、皆さん、ぜひともご支援の方、よろしくお願いいたします。お願いします。で、もう何からやろうかって、とくとね、もう、すごい話したんですけど、まずはやっぱり、ガチャでしょ。そうですね。そして、これですね。パープルの日記念無料10連ガチャ。これはですね、はい、私と、あと私のサブアカ、そしてトクト、それをね、一つにまとめて動画でお伝えします。はい。まあ、無料10連って言ってもどんなキャラが出るかっていうのもわからないですし、皆さんそこをね、見たいと思うんで、一つの動画で3つ分出します。そして今日のお昼にはね、PSR 確定のガチャも出しますんで、そちらも合わせてお楽しみください。やっぱり朝だと声出ないね。出ないっすね。やばい、ね。いや、しかも俺今日、奇跡的にっていうか、クーラーつけっぱで寝ちゃったんですよ。ダメだよ、もう喉やられちゃって。まあ、扇風機買わないと扇風機。いや、扇風機もつけっぱっす。もうダブルパンチっす。風邪ひかなくてよかったな。すごいっす。引いてるのかもよ、それ。若干引いてますよね。大阪行けないぞ、ここ。でもそれで言うと、昨日の動画でさ、北海道来てくださいって、はい。ありました、ね。福岡来てください。たくさんあったぞ。ね、もう行くしかないよ、これ。ということで、早速引いていきます。はい、こちらはね、SR 以上1枚確定でございます。はい。ここでリアちゃん出る可能性あんの？ここではないの？いや、あるんじゃないですか。あんのかな？あとね、ハッピーマンデーガチャがまた、継続するらしいですよ。っていうより、あれですね、無料で。スペシャルハッピー、え？無料になんの？ 1 ヶ月間。翌週から1ヶ月間ですね、4週連続で。これ嬉しいですよ。嬉しいね。まあ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 、引いていきましょう。はい。いきます。私からです。去年は SR3 枚出てます。よくは言いません。おお！またやるのか。SR 以上だからね、徳。うわー。マジか。あ、1枚です。今年は1枚。うわ、運行き。5ですか？ 5 です。いやー。まあでも、ボーナスだから。まあでも、新キャラの PR とかも。あ、雷も50か。まあ、武田くんだけかな。そっか、武田が2、4。いや、ここだけか。まあちょっと、ここだけ解放してみます。いや、だからさ、PSR 確定のあの50連来たでしょ？はい、来ましたね。あれもさ、何出るかわかんない。人によっては、もう持ってるとかあるからさ、なかなかガチャ回すの難しいガチャでもあったりするよ。まだゼロでしたね。一文ついてないんだ。難しいよね、だから。まあでも熱いガチャには間違いないよ。うん。おお。解放しました。幸先いいです。まあよかったんじゃないですか。そうね。逆にここが、初めて1っていうのがだいぶびっくりですけど。そうね。初期キャラで。さあ、続いてもうどんどんいきます。この後はですね、はい、じゃあサブアカ一回挟むか。はい。はい、サブアカ一回挟みたいと思います。さあ、サブアカにやってまいりました。はい。まあ、久しぶりにサブアカ出すね。うん、そうですね。まあ、あれから何にもですよね。そうだね。残念ながら出せていないんで、まあ今後ね、こういうのをちょっと活かしながらね、またいろんな幅広く動画やっていきたいね。そうですね。はい、ということで。いきます、こちらも。はい。SR 以上1枚。確定でございます。いや、でかすぎる。サブアカなんかで言ったら本当でかくないですか？すごいよ、もう。さあ、何枚来るか。1枚。おー、ゾラミオちゃん。おおおおおお。まあ、パワーヒーもらえるキャラ、多分サブアカ持ってなかったと思うんで、まあ、そういう意味で言うと。あのね、千賀君を手に入れてた。SR？ うん。いつの間に？そう、俺ちょいちょいさ、これ、いろんな、回したりしてるからさ。あ、そうなんだ。この前、あれだったじゃん、確定のやつ。はいはい。復刻来てたやつ。今もあるガチャ。これ。はい。これで違くん出た。特の番でございます。引かせていただきます。頼むから2枚以上出してくれ。
ですね、うん、いや去年これ3枚と PSR1 枚出してますから。あ、そんなんだったんだっけ。いや去年俺は神ってます。まあまあカズさんも俺も神ってたと思うんですけど、うん、いきます。はい、さあお願いします。何お願いしてんのとこ。そうだリア、ね、おお、でもこれは嬉しい。あ、そうなの。いや、ホムラだっても超有能っすよ。いやいや、そうなんだけど、解放はどんな感じなの。今、2ですかね。うん、東条も来たよ。東条もなかったけど、これ。東条は今、3だったかな。うん。うわ、ホムラはめっちゃ嬉しい。3になるんだ、これで。そうっすね。うん。しゃあ、これは嬉しいっす。いや、ホムラいつまで経ってもいい、やっぱ。うん。超有能っすよ。しかも、今の、なんだっけ。モシャプロくんで、はいはい、まあこっから後半戦になるけど、前半戦のモシャプロくんはもう大活躍だよね。そうですね、うん、デッキにホムラがいるかいないかでだいぶ違ったよ。さあここも5になるかどうか。いっちゃうのか。いきません。いやまあでもホムラ出たからすげえ嬉しいですね、うん、これは大当たりだと思います。ちょっと最後にそのガチャをしてもらってさ、その次のガチャ、次のガチャをちょっと一回整理しようよ。まあそっちでもまた話すけど、はい、角田リアちゃん、おそらくこれからミート上限アップだったり、例えば守備の上限アップだったり、そうやっていろんな上限アップキャラが出てくるんだろうね。はい、そうですね。でその上限アップキャラ同士を組み合わせることによって、例えばミートが110に上げれたりとか、そうなっていくって意味でしょ。そうですね。でそれに伴っておそらく査定とかも変わっていくんだよね。そうですね、ミート110になったらなんと査定が、200ついちゃいますとかね、うん、なんかそうやってより良い選手を作っていく、なんかそんな感じがね今後来そうですよ。はい、なのでちょっとここで角田リアちゃん一回当てるってこと大事かもね。そうですね、うん、もうこれ今後多分これ基本になると思うんですよ、うん、上キャラ、うん、ボーナス上限アップキャラが、うん、まあ、そういう意味で言うと本当ここで手に入れてはおきたいですよね、うん。まあちょっとこの後このガチャも引くけど、どうなんだろうね。まあでも、うん、普通にここにいる俺友沢がやっぱり欲しいっす。うん、ちょっとキャラ見せてよ、出るキャラ、そのキャラを見せてから終了にしましょう。そうですね、イベキャラ一覧、暁守る、サンバ新島、ユニエミリ、ユニシ、木村し、木場静香、木村美香で、振袖みやび、激闘友沢、アレフト、ナギ、ナイトメール、チガ、ビビ、エレキテル、アスネ、角田リア、片桐、レン、雷、カメラミサ、キノコウイチ、ノオミ、三田村、虹谷、風なぎ、先駆け龍二、ナゴミ。うん。全部いいんだよ。そうですね。俺ね、この中で言うと、チガくんと角田リア以外は全部持ってる。はいはいはい。あ、嘘。みやびも友沢持ってないわ。だそこら辺が出てくれると嬉しいな、うん、たださ PSR で手に入れるとなると話はまた変わってくるからね。そうですね、うん、だそこら辺なんかうまく考えてきたなって思うよ俺。うんうん、まあでも言うのが多いですね。そうだね、はい、これで皆さんの立ち回りとかも変わるでしょうし、うん、この後やっていきます。はい、お楽しみに。また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録もよろしくお願いします。